大聖堂広場大聖堂広場フェルゼンライト州で祝祭大劇場外観、カラヤン広場モーツァルトのための劇場モーツァルテウム大ホールザルツブルク音楽祭はオーストリアのザルツブルクで毎年夏に開かれる音楽祭。モーツァルトを記念した音楽祭として世界的に知られている。ウィーンフィルをはじめ世界のトップオーケストラ、歌劇団、指揮者、ソリストが集い、 世界で最も高級かつ注目を浴び規模でも世界最大の音楽祭の一つである。なお、当初から演劇部門も大きなウェイトを占めており、また言語ではザルツブルクの祝祭上演という意味であるため、本来ならば音楽祭と呼ぶのは不適当であるが、日本では監修上、音楽祭と呼称している。ここでも以降は便宜上、音楽祭と呼称する。 モーツァルトが誕生したザルツブルクでは、1842年にモーツァルト音楽祭が、1856年にモーツァルト生誕100年記念音楽祭が開かれていた。この流れを受けて、1877年にウィーン・フィルが、ウィーン以外で初めての公演を行う。1887年に指揮者のハンス・リヒターが参加して、ザルツブルク音楽祭が始まった。 ウィーンフィルも招いたこの音楽祭は第一次世界大戦などで中断している。現在の音楽祭はこの流れを組んでいるとされる。第一次世界大戦末期の1917年、演出家マックス・ラインハルトが現在につながる音楽祭の実施を考え祝祭劇場協会を発足。やがて、フー,ーフォン・ホーフマン・スタールラが委員に加わり、九百二十年に第一回の ザルツブルクフェスティバルが開かれた。この年は、ラインハルト演出のホーフマンスタールの演劇、イエーダーマンのみの上演であったが、1921年にはコンサートも加えられ、モーツァルト作品が取り上げられるようになり、1922年にはオペラも上演されるようになった。初期からリヒャルト・シトラウス、ワルターが積極的に参加しており、その後はトスカニーニ、フルト・ベングラー、 クナッパーツ・ツブッシュなど世界を代表する指揮者が次々に参加する音楽祭として発展していく。しかし1938年のオーストリア併合は音楽祭の流れを大きく変えてしまった。併合前後から歌手の出演に対する干渉が始まっており、併合不可避となった時点でトスカニーにワルターなどユダヤ人音楽家やナチに反対する音楽家が去った。 1939年の音楽祭は、第二次世界大戦勃発に伴い途中で中止され、翌1940年には、ナチの干渉がありながらも過労じて開催されたが、ドイツの音楽祭はバイロイトだけで十分だという、理由で、ザルツブルク、音楽と演劇の夏という名前に変えられた。1941年からは、クレメンス・クラウスを音楽監督に据えて、過労じて継続したが、 1944年の音楽祭は直前のヒトラー暗殺未遂事件の影響と総力戦の発令に空襲の危険からフルトベングラー式ウィンフィルによるただ1回のコンサートとシュナイダーハム市ー相談のコンサート1回リヒャルト・シトラウスの新作歌劇ダナイの愛のゲネラルプローベだけが行われたそんな中1938年にワルターの代役として カール・ベームが初出演し、戦後一時期の活動自粛時期を除いて1980年まで音楽祭の中心として活躍することになる。カラヤンも1938年に本格的な初出演をする予定であったが、指揮する予定の過劇が1000から漏れ、初出演は1948年まで待たされることになった。第二次世界大戦ではザルツブルクにも空襲があり、 モーツァルト書演の家などが破壊された。1945年5月には、アメリカ軍がザルツブルクに進駐してきたが、音楽祭は例年通り開催されることになった。当初、アメリカ軍を通じて、トスカニーニやワルターの復帰や、ウラディミル・ホロビッツ、ヤシャハイ・フェッツラーアメリカの著名音楽家の出演を要請したが叶わなかった。それでも、8月12日に初日を迎え、 高級からの誘拐などが演奏された。ただし、ウィーン国立歌劇場が3月に空襲で破壊され、舞台装置や衣装などが当てにできなくなったため、この頃からウィーンとは別のプロダクションを制作することになった。戦前の音楽祭で中心だったフルト・ベングラーなどの面々は、日な裁判やアメリカへの亡命の影響などもあって1947年まで出演できず、 エルネスト・アンセルメやフェレンツ・フリクチャイ、ジョージ・セル、カール・シュー・リヒトなどのシンガオンが出演するようになった。フルト・ベングラーは復帰すると亡くなる1954年まで、フィデリオ、オテロ、フィガロの結婚、マダン・ノイテ、マテキ、ドン・ジョバンニの各歌劇やいくつかのコンサートを指揮し大活躍した。1五十一年には単身で、ヨーロッパ演奏旅行をしていたレオポルド・ストコフスキーが、 ただ一度の出演をし、翌1952年には1944年に、ゲネラルプローベだけが行われた、ダナエの愛の初演が行われた。また、戦前の常連ワルターが復帰して、モーツァルトの公共曲、第25番や、レクエムなどの演奏を披露しているほか、現代作品も多く、プログラムに取り入れられるようになった。カラヤンは1948年に、 フィガロの結婚などを振って本格的な初出演を果たしたが、フルト・ベングラーとの確執もあり、音楽祭芸術監督就任後の1957年まで音楽祭にはご無沙汰することとなった。また、1947年からは現代作品が積極的に取り上げられるようになり、講師としてゴッドフリート・フォンアイネムの新作歌劇ダントンの詩が取り上げられた。 1956年、カラヤンが音楽祭芸術監督に就任した。カラヤンは音楽祭の初改革や新規軸を次々と打ち出し、1957年からはウィーンフィル以外のオーケストラも呼ぶことになり、その手始めとして彼の主兵のベルリンフィルハーモニー管弦楽団が音楽祭に初出演した。また、祝祭大劇場の建築を主導し1960年に、 完成、カラヤン式のバラの騎士で、落としが行われた。従来の祝祭劇場は1963年に改装された。カラヤン以外にも、戦前から出演していたベームをはじめ、ヨーゼフ・カイルベルト、イシト・バンケルテス、ズービン・メータ、ロリン・マゼール、クラウディオ・アバド、ジェームズ・レバイン、小沢聖治ら時代を代表する顔ぶれでその地位を揺るぎないものとした。 この時期には一部のチケットはプレミアにより高額で取引されていた。カラヤンは式以外にも自ら歌劇の演出を行い、1965年のボリス・ゴドゥノフ初めて成功を得た。なおカラヤンは1967年から同じ祝祭大劇場で復活祭音楽祭を始めた。1970年代後半からはレバインの台頭が著しく、 モーツァルトの歌劇の指揮を多く任されるようになった。指揮者以外では、1980年には、ホフマン物語で、いわゆる、三大テノールのプラシド・ドミンゴ主演。1983年には、ドミンゴの名優、ルチアーノ・パバロッティが、レヴァイン式のイドメネオで主演している。なお、1981年8月14日に、前年まで長く音楽祭に出演していたベームが、 死去している。1983年と1984年には祝祭大劇場落成時に使われた舞台装置を持ってバラの騎士を上演した。1985年には東大一のカルメン歌手とも言われるアグネス・バルツァを主演に迎えたカルメンがカラヤンの指揮で上演されたが意見の相違からバルツァは翌年には出演しなかった。 1989年7月16日、この年の音楽祭では、ベルディの仮面舞踏会を指揮する予定だったカラヤンは自宅で休止した。仮面舞踏会の指揮は、ゲオルク・ショルティとグスタフ・クーンに変わった。1991年は、モーツァルト没後200年記念として、演目は彼の主だった歌劇で締められた。1992年に、 ジェラール・モルティエが芸術監督となり、演目をより現代的に改革することとなる。改革は片方では、若手演奏家、演出家の大胆な起用もあり、一応の成功を見たものの、もう片方では、超保守的なリッカルド・ムーティのように、モルティエが総監督でいる限り、ザルツブルク音楽祭でオペラの指揮はしないと絶縁を宣言する音楽家も出す結果となった。 この時代のシンガオとしては、ロジャーノ・リントン、ニコラウス・アーノン・クール、バレリー・ゲルギエフ、ピエール・ブー・レイズらがいる。また、1998年には60年ぶりに上演されるワーグナーの楽劇として、パルジファルが上演された。2000年には、スケジュールミスによるアバドの交番騒動や、政治問題からのモルティエ辞任騒動が沸き起こった。2002年に、芸術監督が、 ベータールジツカへとバトンタッチ。彼は、プロデューサーとしては一定の成功を収めた一方で、演出上や、その高世話的なスキャンダルや噂にも見舞われた。ルジツカはまた、戦前にはナッチから、大敗を音楽の楽員を押された楽曲にスポットを当てたり、モーツァルト生誕250年の2006年に向けた、モーツァルトの歌劇の新演出上演を邁進した。 2006年秋からは、これまで演劇部門の監督であった、演出家のユルゲン・フリムが芸術監督に、現代音楽専門のピアニストのマルクス、ヒンター・ホイザーが音楽監督に就任した。2008年4月に、事実上最初の海外公演となる日本への引っ越し公演が実施される予定であり、愛知県芸術劇場とフェスティバルホール、東京文化会館で計4公演が行われる。 演目は、クラウス・グルト演出による、フィガロの結婚。指揮は、モーツァルト・イヤーの2006年度に、シピオーネの夢を上演を指揮したロビン・ティチアーティが担当する。還元楽は、イギリスの小楽器オーケストラである、エイジ・オブ・インライトメント還元楽団。合唱は、ウィーン国立歌劇場合唱団、ウィーン楽友協会合唱団、アーノルド・シェーンベルク合唱団の混成チームが、 担当する。演出上の騒ぎとしては、2003年に上演された、高級からの誘拐の演出で、全裸のカップルが冒頭から登場し、初日は、大ブーイングの末上演が途中で打ち切られた。一方のカセワ騒ぎの類としては、カルロスクライバーや、アンナネトレプコなど有名音楽家の出演情報次第で、公演に対する盛り上がり方が異常なほどに上下した。 こういった騒ぎは、ルジツカ体制特有のものではないが、芸能界のスキャンダルっぽい騒ぎが起こるのは、ここ最近の話である。モーツァルト生誕地の音楽祭ということで、節目の年には模範上演として、モーツァルトのオペラが集中的に上演される。2006年は未完成作品含んだ全作品が上演された。内話指揮者、全上演曲目が、 ユニバーサルミュージックから DVD ソフトとして発売される。ここでは DVD に収録される内容に準じて記す。カッコ内はありがとうございます。